第5レースでサラブレッド系 C1 2組レディースジョッキーズシリーズ開催記念トモメモリアル、出走馬10頭です。1番ラピッドリーさん、2番パートナーラブ、3番ダイワシールド、4番坂弁花子、5番がナイスバンカー、6番ハート君、7番プライズオブガール、8番ブリリアハーバー、9番シャドーボール、そして10番トップバランスです。第5レースのゲート入りスムーズに進んであと1頭、10番トップバランスです。今向かって収まります。トップバランス体制完了、スタートしました。さて10頭、まずは先行争いから2番のパートナーラブが押している。中ほどからは6番のハート君も2番手につけました。先手を奪ったのは2番のパートナーラブ、荒尾の岩永千秋手であります。1馬身近いリード、2番手6番のハート君で第1コーナーにそろそろかかってまいります。すぐ後ろ7番のプライズオブガールが3番手、さらには1番のラピッドリーさんですが4番手、その人と並んでいるのが9番のシャドーボールであります。インコース1番のラピッドリーさんとこのあたりが一段の様相、3頭固まっての3番グループ。すぐ後ろには4番の坂弁花子、北海道の下村るい騎手が続きますが、その前にこれをかわして10番のトップバランスであります。後方3投目、5番のナイスバンカー、ナイスバンカーのインコース3番のダイワシールド、あとは4馬身と置かれまして現在最後方8番のブリリアハーバー、こういった展開です。3コーナーカーブに前2頭かかってまいります。先頭はパートナーラブ、4分の3馬身1馬身のリード、2番手6番のハート君変わりませんが、あとは3馬身開いている1番のラピッドリーさん3番手、4番手には9番のシャドーボール、これを言いまして10番のトップバランス、3番のダイワシールドと続きます。最終コーナーパートナーラブ先頭で直線 200m、 岩永千秋が逃げ切り体制なのか、迫ってくるのが6番のハート君、ハート君後ろには1番のラピッドリーさん3番手、その後ろにピンクの帽子は10番のトップバランス、先頭はパートナーラブ、リード3馬身、2番手6番のハート君、パートナーラブ1着でゴールインです。2番のパートナーラブです。荒尾の岩永千秋騎手、1250メートル、鮮やか逃げ切り勝ち。2着6番ハート君、3着1番ラピッドリーさん、その後4着争いは2頭並んでおります。外が10番のトップバランス、内が4番の坂弁花子。このあたりは接戦の4着争いかと見受けられますが、第5レース勝ったのは2番のパートナーラブ、2着6番ハート君、3着1番ラピッドリーさんです。着順確定までお手持ちの投票券はお捨てにならないようにご注意願います。